モニカ・ニクレスクは、ルーマニアスラティナ出身の女子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス28位、ダブルス11位。これまでに WTA ツアーで、シングルス3勝、ダブルス8勝を挙げる。身長168センチメートル、体重63キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ニクレスクは5歳でテニスをはじめ2002年に、 プロに転向した。5年間 ITF サーキットのサーキット大会に出場してシングルスで15勝、ダブルスで21勝を挙げている。2007年から4大大会の予選に挑戦し始め、2008年、全豪オープンで初めて予選を勝ち上がり4大大会に初出場する。8月のニューヘイブン大会のダブルスで、ソラナ・チルステア特務初めての決勝に進出したが、 クベタペシュケ・アンドリサ・レイモンド組に64、57、70で敗れ準優勝となった。2009年7月のブダペスト大会のダブルスで、アリサ・クレイバノワ特務ツアー2回目の決勝に進出する。決勝では、アリオーナとかテリナのボンダレンコ姉妹に64、76で勝利し発のツアータイトルを獲得した。2011年全豪オープンで、 第32シードのツベタナピロンコバに6から4、6から1で勝利し、4大大会では、初の3回戦に進出した。3回戦では、第6シードのフランチェスカ・スキアボーネに0から6、6から7で敗れた。全米オープンでは全豪に続き3回戦に進出し、第27シードのルーシー・サファロバに6から0、6から1で完勝し、初の4回戦に進出を果たした。 4回戦では、アンゲリク・ケルバーに4から6、3から6で敗れた。10月の北京大会では、予選から勝ち上がり、1回戦で、地元の全仏優勝者リダに6から4、6から0で勝利して、勢いに乗り、ベスト4に進出した。続く、ルクセンブルク大会は、ツアー初のシングルス決勝に進出。ビクトリア・アザレンカに2から6、2から6で敗れたが、 後半3大会の好成績により、トップ30入りを果たした。2012年全豪オープンでは、第31シードになる4大,大大会シングルスで、初めてシード選手になった。シードを守って勝ち上がり3回戦で、第1シードのキャロライン・ウォズニアッキに2から6、2から6で敗れた。イリーナイコール・カメリア・ベグと組んだダブルスでは、ノーシードからベスト8に進出している。 2月のカタールトータルオープンではベスト8に進出し、ランキングを自己最高の28位に上げたが、その後は早期敗退が多くなり、ロンドン五輪ルーマニア代表に選ばれていたが、欠場した。ルクセンブルク大会では、単服で決勝に進出したが、シングルスは、ビーナス・ウィリアムズに26、36、イリーナイコール・カメリア・ベグと組んだダブルスも、アンドレア・フラバー・チコバー ルーシー・ハラデツカ組に36、46で破れ準優勝に終わった。2013年3月のブラジルテニスカップの決勝でオリガ・プチコワを6から2、4から6、6から4で破り、シングルスツアー初優勝を果たした。2014年9月の甲州国際女子オープンでアリーゼ・コルネを64、60で破り2勝目を挙げた。2017年ウィンブルドン選手権では、 先行生と組んだ女子ダブルスで決勝に進出した。決勝では、エカテリーナ・マカロアエレーナ・ベスニナ組に06、06で1ゲームも奪えずに敗れ準優勝となった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。